ゃあまた豆とポーのお話聞かせて。はい。そんで、うん。そんで、うん。そんで、うん。入れるときに、うん、雪が降ってきたね。そうなん？ほんで、うん、ちょっとさ、雪遊びした。二人で？うん、そうだ。へぇー。で、うん、雪遊びの、うん、とかに、うん、テレを手伝って、うん、外でたら、ほんと、こう思う。ほんで、ほんで、うん、帰りに、うん、掃除してるのを見た。ほんま、うん、二人で、うん、どうちゃんもあった。そうなん、うん、夫婦もあった。うん、刺すやつだった。二個刺すやつがあったの、うん。ふふふ。ほんで、うん、ほんで、うん、ほんでさ、うん、ほんでシューシューシューのお家見た、うん、誰と？コウと。それはいつの話？うん、ねえ、だ、うん、だ、うん、だ、うん、自由でしょ。マメが、うん、メインとこに来る前の話、うん、マメは生まれる前から、うんうん、ポーと一緒におってんな、うん、ずっと兄弟やったん、うん、そうなんや、うん、で、うん、おしだ、うん、おるたんたった。なんで足が動かんかったん？だって、うん、寒いから。寒いから？寒いからポーで、ポーがおって狭いから、うん、あ、そうなん。ほんで、うん、ほんでさ、うん、ほんで、うん、ポーが、うん、立て切れて目立てた。あ、そうなんや。ほんで、うん、ほんで、ほんで、うん、ほんで、うん、落ちて、うん、メイのお尻から出た、うん、メイのお尻から生まれた、うん、お尻な。うん、まさかのお尻から生まれてきた。そうなんや。マメが先に生まれてきてんな。ポー、マメとポー。マメとポー一緒じゃないでしょ。マメが先に生まれてきて、でもさ、うん、でも、うん、ポーを連れてきてね。せやな、豆がポー連れてきてくれてんな、うん、そっか。だからポーはおるね、お家に。せやな、うん、豆はポちゃんが大好きな、うん、そっか、うん、ほんで、うん、で、うん、テレビに大きいマンション見た。大きいマンション見たん？うん。ほんで、うん。ほんで、うん。マンションと思ったら、うん。ワニやった。マンションと思ったらワニやった。怖、うん。大丈夫やった？うん、大きいワニやった？ちっちゃい犬やった。ワニの赤ちゃんやった。ワニの赤ちゃんをマンションと間違えたん。うん。思ったね。すごいね、すごい見間違いやね。うん。ふふ。うん？普通のマンションと思ったね。普通のマンションと思ったら、うん、ワニの赤ちゃんやった。うん、怖。でもさ、うん。何もさ、うん。喋らへんかった。ワニの赤ちゃん？うん、で、うん。で、うん、で、どっち行った？そうなん。ほんで、ほんで、チョロ猫見た。チョロ猫見たは今でしょ。あ、
黒猫ってヤマトじゃなくて黒猫、うん、カメに挨拶する、うん、カメさん、カメさん、カメさん、こんにちは。今日は雷が鳴ってびっくりしたね。ダメはさ、うちにあってさ、うん、雷見えへんだった。みんなに見えへんかった、うん、上に置いてたら怖くなかったよな、だから、うん、じゃあ亀さんに挨拶したし、うん、お家帰ろっか、うん、じゃあありがとうね、うん、で、うん、鈴木は話してくれんの？ほんで、うん、ほんで、ハッパ遊びした。ハッパ遊び？ぽちゃんと、うん、ハッパ遊び、ハッパ遊び、うん、で、ほんで、うん、ほんで、うん、急に、うん、パトカーを見た。パトカー？うん。ハッパ遊びしてたらパトカーが来た。パトカー見たね。見ただけ？うん。ほんで、ほんで、うん。セイレン鳴ってない。うん。走り車が来た。セイレン鳴ってないはしご車が来たんや。うん。じゃあお仕事してなかったんかな？うん。ほんで、うん。で、サイレン鳴ってる、うん、救急車が来た。サイレン鳴ってる救急車はじゃあ急いでたんやな。うん。で、うん。んで、うん。んで、うん。んで、うん。当時、ほんで、うん。ほんで、うん。ほんでさ、うん。ほんで、うん。一瞬で落ちた。え？で、うん、で、うん、走ってきた。何が？走ってきた。誰が走ってきた？豆とポー。豆とポーが？地震が落ちたから。地震が起きたから走ってきた。うん。どこに？前のところ。あ、そうなん？うん。豆とポーがおるところ、地震が起きたから走って前のところに来た。うん。うわ、大丈夫やった？うん。よかった。おしまい。Who are you?